こんにちは、えのき商店です。今日はポルフィリオジュニパーツリージンをご紹介いたします。ですね、ポルフィリオって言いますと基本的にテキーラの方が有名で、あの透明な同じような形の瓶にこう中にねサボテンが生えてる、そんなテキーラが有名なんですけれども、ここ最近ね結構なんかいろんなスピリッツとかにチャレンジしてて、その中のね1シリーズがこちらのジュニパーツリージンになります。でこちらもねただのジンじゃなくてまあまあチャレンジしてるジンでして、通常ねジンってあのボタニカルにメインとなるジュニパーベリーというものが使われてるんですけれども、それってねあの乾燥したものに対してこうスピリッツですねをこう加え、あの染み込ませて香り付けしたりとか、蒸気を当てて香りを移したりとかするんですけれども、なんとこのポルフィリオのねジュニパーツリージンはですね、そのジュニパー自体を発酵させて、発酵させたものをスピリッツのベースとして使ってってるということなんですね。なかなかチャレンジャーですね。でさらにそのね発酵したジュニッパーベリーのスピリッツにブルーアガベ、あのテキーラの原料ですね、ブルーアガベの茎から取ったジュースを加えてアルコール度数を調整しております。ここに来てもやっぱりテキーラの原料は使うんかいという感じなんですけれども、はい。でそれで調整したものをドイツ産の栗の木のシンタルで5年間熟成したものがこちらとなっております。で、ちょっと甘さも調整してあるのかな、甘めに仕上がっておりますのでオールドトムスタイルになっております。飲みやすいんじゃないかなと思います。ぜひね、ジンの味よくわかるぞとか、こう飲み比べ大好きという方はね、こちらの意欲的なジュニパーツリージンをお試しいただければなと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。